造船所入り口造船所施設、アルセナーレディベネツィアは、イタリアのベネツィアにある、中世の造船所跡。日本語で、ベネツィア国立造船所やベネツィア海軍交渉などと表記されることもある。ベネツィア共和国のベネツィアにある造船所を指すことが明らかな場合は、単に、アルセナーレと表記されることが多い。2013年以降、 ベネツィアの自治体が所有権の大部分を所有したカシオ対策の水門コントロール施設やイベント場などとしており、残りは海洋史博物館や海洋軍事研究所を置いているイタリア海軍が所有している。アルセナーレディベネツィアは1104年にベネツィア共和国により設置された国立造船所である。 オスマン帝国との戦争状態に入る15世紀頃が、この造船所の最盛期であり、およそ2万人の労働者が勤務して1日に一隻のガレー船を建造していたとされる。産業革命が起こる数世紀前にもかかわらず、アルセナーレではライン生産方式が取り入れられていた。中世に建造される船体には多く、カラマツ、モミが用いられることが一般的であった。 13世紀から16世紀頃までは、カラマツ材や、モミ材は、ライディアアルプスや、カーニックアルプスで産出されたものが使われた。後により、北のハプスブルク帝国領からも、輸入されるようになる。オーク材は、産出地域が広く、ベネト地方やフリウリ地方、イストリア地方など、ベネツヤ周辺が、供給地であった。アルセナーレ内には、ロープやホを製造する工場や、 製鉄所も設けられていた。第一次世界大戦の頃から生産量は縮小され、第二次世界大戦後には造船所としての機能が放棄されるに至る。1983年より文化遺産保護当局により保全修復作業が行われており、一部が海洋史博物館などとして公開されている以外は未公開の意向として保存されている。現在、 この造船所跡の大部分はイタリア海軍が管理しており、総面積45,550平方メートル、内陸上面積23,239平方メートルである。モセプロジェクトで高潮対策の水門をコントロールする設備がアルセナーレディベネツィアに置かれた。ありがとうございます。